今、収まって17頭全馬ゲートの中体勢完了スタートしましたほぼ揃いましたアンクルクロスいいスタート間から好ダッシュは6番のオーキッドロマンスが先頭に立ちます内からは4番のクリス・アーサー8番のキャプテン・ネキも先段へ4番手11番のアムラ、名村アトム直後に内から2番のフェンダーその 馬群の間に9番のソンシ14番のアンクルクロスとここ1段です、その後ろ1馬身差、に17番ミルテンベルクが入ってそして7番のハクサンイーグルの追走そしてバルドルチャが間から最内から1番ロジリオンがポジションを上げます中段から後ろ12番、エンヤ・ラブフェイス内は3番、トミのキラリあとは2馬身15番、ダノン・マッキンリー13番、船橋のエイム・フォー・エースが続いて16番、待機番クール後方2番手、2馬身差、5番、シュトラウスは後方待機最後方です。3, コーナーナ中間に入ります600を通過して6番の6番のオーキッド・ロマンスが先頭4コーナーのカーブに入りますその後は1番審査8番のキャプテン・ネキが2番手で4コーナーをカーブ直線へ残り400を通過外から11番の名村アトムクリス・アーサーは内にコースを取ってそしてバグーンの外目にク アンクルクルロスそしてその内から接近前に接近する9番ソンシー大外から一気に上がってくるのは15番のダノン・マッキンリー200を通過先頭6番のオーキッド・ロマンス外から一気に15番ダノン・マッキンリーがそれに迫っていく3番手に9番のソンシーが上がってきた15番ダノン・マッキンリーゴールイン差し切りました15番のダノン・マッキンリー外から勢いよく伸びて鮮やかに重傷発生派です